豊地上は、兵庫県小野市中谷町にあった、日本の城。小野市の北東部にあり、加藤市に隣接している位置に、中谷町がある。吉田新城の中央に位置し、東場川沿いに街道があり、豊地上は、街道筋にあたり、木城にも抜けることができる。豊タ地が重視とも表記されるため、中世初期に東下市が立っていた要所と考えられている。 南北朝時代に、金谷常氏は、入山城と東場城を拠点に、首都や、南朝方の兵や率いて戦った。延元元年、剣武三年に、北朝方に、東場城が焼き払われている。東場城はおそらく、豊か地上の前身であろうとされている。赤松光介が起こした、柿津の乱の時の城主は不明である。柿津の乱の後、 赤松市に代わり張り守護は、山名宗運が認じられたが、東張りの赤市軍、三木軍、加藤軍三軍は、赤松市所有の赤松光つが大官として入った。しかし、万世が赤松市残党と結託し反乱し滅ぼされると、三軍も宗運の支配下に移った。頼藤の利忠は後に、豊か地上の上司となるが、 南朝内入りに参画し、赤松正則を支える武将の一人であった。応仁の乱では東軍についた、赤松正則が守護に任じられ、応仁の乱後に、より伊藤の利忠が、豊か地上を含む登場地域を治めていたと考えられている。文明15年の冬、正則は眉美峠にて、山名正と世に大敗した。翌16年、浦上則宗は、 京都からハリマに下校し、東上城に、浦上市、小寺市、中村市、明石市、頼藤氏ら赤松家臣団を集結させ、正則を追放した。国示日記である。頼藤氏は正則に従い、同年中に、山梨と戦いになったが敗れ、東上城を放棄し、摂津真珠寺に逃れた。後に正則と家臣団は和睦し、文明17年に正則は、 ハリマに帰国し、より藤氏も、同年3月に、東場場を奪還した。その後、東ハリマにおいては、別所氏が台頭し、より藤氏と抗争するようになった。協力3年5月15日、堺久保の重鎮である、柳本賢治は、別所氏の要請を受けて刑を出立。小寺氏、別所氏の軍と合流し、より藤城を向上した。 この寄藤城がどこの城であったのか、小野市氏によれば、豊地城もしくは東場町の小沢城が否定される。寄藤氏が1ヶ月半もの間柳本勢を引き受けて交戦したことを考えれば、平地巨漢である、豊地城よりも飛行40メートルほどの尾根先端の、独立法上に築かれた小沢城の可能性の方が、高いかもしれない都市、寄藤城とは、 豊地上と小沢城のいずれかが否定され、その中でも小沢城の可能性が高いとしている。一方、西方 2.5km の小田城、北東 2km の小沢城とともに、これら市場を有効に利用し、1ヶ月半にわたって交戦することができたとしており、小田城と小沢城との連携した働きによってしのぐことができたとし、小のししとは別の見解もある。 いずれにしても、より藤氏との戦いは1ヶ月半に及んだ。ところが、同年6月29日の夜、酒に酔っていた、柳本賢治は殺害されてしまった。この時の様子を、二水記によると、殺害したのは、山和山節の、清治坊と記している。清春は夜陰に乗じて、賢治の陣所に忍び入り、賢治を刺殺。 陣所から脱出に成功した。これを命じたのは、浦上村宗の悲観、中村助三郎であった。総大将を失った柳本軍に、寄藤軍が襲いかかり104人が撃たれ、柳本軍は退却した。この時の功労者である、清春、中村助三郎に、細川高国と村宗から感情が与えられている。三木城の本丸井戸跡と村宗は、 より藤城の戦いの最中に、小寺氏別所氏有田氏の居城を攻め、それに伴って、高国も7月6日に、備前を出発高佐後に着陣7月27日に、五儀城が落城し、小寺正隆も戦死、別所氏氏,氏も敗北し三民城から逃走した。しかし、大物崩れで高国と村宗が敗死すると、 別所氏士の勢力が盛り返し、相対的により伊藤氏を圧迫した。今度より藤郎にう人かかえ猿付けしかもとあり、より伊藤氏はこの頃別所氏に滅ぼされたものらしいとされている。その後 A6 年間には、別所氏の一族の別所重宗が上手となっていた。資格は、小田氏の技術援助を受け、転生の初めに再回収された可能性がある人。 天正の初期に、織田信長の追記技術を取り入れたとしている。これは、三木城の別所氏ともども、重宗も、信長から優遇されていた可能性が示唆されている。天正6年に、三木合戦が勃発すると、重宗は三木城主の甥い、別所長春と兄の吉地から別所氏と対立し、橋場秀吉に加担する。2年後の天正八年に、三木合戦が終結。 長寿と、吉力が自殺すると、同年6月に、秀吉から張馬八条の波条令が、下り豊か地上も破格された。波条を実施したのは、市柳市であった。豊か地上と、周辺地域の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成豊か地上主角南に位置する。 土塁外堀跡豊地上の出土物、小野市立高古肝臓豊地上の上域は、東西約400メートル、南北約200メートルを有している。東側を大旗川、西側の中谷川、北側を東上川の3方を川によって区切られた、溶岩の地であった。東上川の南岸の下支岸球に位置し、標高は70メートル、東上川からの飛行は8メートルにある。 本主角の南側には、規定部幅11メートル、高さ5メートル、長さ50メートルの土類が残っている。これは、東南600メートルに位置する矢口城から、見透かされないための配慮であり、土類を限りなく高くしたと考えられる。この土類から、東100メートルの地点に、南保育園の東側に、溜池がある。もともと南側で、L 字に寄れて、西に向いていた。 外堀を回収したため池で、南側の防御ラインとなっていた。昭和55年から56年の期間、兵庫県教育委員会と、小野市教育委員会の共同で2回にわたって、発掘調査を行った。この時に溝、柱穴、石符などの遺構、梅亀、陶器片、のき丸、のきひら瓦、丸瓦、平ら瓦、一石五輪刀などの遺物が出土した。 またこの時の発掘調査では、弥生時なども多数出土しており、城郭としてだけではなく、複合遺跡と考えられている。平成21年11月9日から22年3月17日まで、神戸東線交通安全地区一括、総合補助事業に伴う発掘調査が、兵庫県立高校博物館の手によって実施された。発掘調査によって、 四角を囲む幅12メートル、深さ2.5メートルの掘り跡が発見され、その周囲からはコンテナにして70箱の天正年間の瓦が出土した。寮からすると城郭内の建物に吹かれた瓦と推察されるとし、瓦吹き建物が建っていたとしている。瓦吹き建物は、ハリマ国では事例が少なく、 三木城や沖潮城などの有力城郭で使用されているのみとあり、三木城や沖潮城との類似性があり、貴重な事例に加えることになった都市、豊地上も張リ国の重要城郭としての指摘がある。それ以外の兵庫県下の河原武器建物として、五木城、伊丹城、橋谷城がある。また今回の発掘調査で、別所茂宗時代の改修が小規模ではなく、 堀や、瓦原吹き建物を建てる、本格的な集築であったことが判明した。これ以外にも西側のクルワには幅5メートル、深さ1.5前後の堀が発掘され、堀の年代は、より藤氏時代のものに、別所茂宗時代の改修の跡が見つかった。出土物としては、弾き皿、鍋、丹波焼き亀、すり鉢、中国産染付、瓦木製品で、時代は、 戦国時代のものである。豊か地上にはいくつか市場があったと考えられ、豊か地上を拠点に防備を固めていた。日本上各体系、おのしし、日本の中世上官調査報告書修正に水記では、浦上加文書のり胸と記述されているが、すでに乗り胸は個人である。また、乗り胸には、加紋助を任官していた時期はない。 日本上格体系、おのししハット AB、豊か地上跡調査成果の概要。ありがとうございます。